今回おなじみの、SNS 紹介動画です。今回ちょっと撮影めんどくさいので固定の写真にしました。ガイドブックにも載ってるというシークレットガーデン、7年ぐらい前に行ったきりで、また2回目、今は予約しないと入れない人気店、お客さんは大満足だったのでおすすめです。有名店なのにビールや肉巻きや蒸し野菜も注文して、お一人様約2000円ぐらいと。これエビのバインコットというバリアブンタウ、ホーチミンの南に70キロ、100キロぐらいいた南の海の方にある名物で、たこ焼きというような愛称で言われている、ベトナム料理ですね。でそれ以外に、春巻き、ゴイクンですかね、春巻きだとか、あとはなんか野菜とかも注文したんですけども、ちょっとメニューとかも控えてなかったんで、すみません。ここは観光客に非常に人気があるところで、行ってみたらもう白人のお客さんとかいっぱいでした。でこれはお客さんと一緒に、食事しましょうということで、実に7年ぶり、久しぶりですね、2回目なんですけども、在住してるとやっぱりこういうところなかなか行かないんですが、久しぶりに行ってみると、お客さんも喜んでたし、雰囲気がいいなということで紹介しました。で、これレストランが入り口が非常に分かりにくいところなんですね。その名の通りシークレットガーデンという名前なので、入り口はこんな感じで、ちゃんとした道に面してはいるんですけども、この門のゲートくぐって入っていくんですね。そうすると、この狭いところ、団地みたいになったところなんですけども、いくつか階段があって、その中の、一応小さな看板出てるんですが、そちらの方入っていくことになります。でこの右側にもこれブンダマムトムかな、ベトナムの豆腐のエビの燻製のソースで食べるという店もあったりします。でこちらのシークレットガーデン、この階段ですね、もう本当に一般の方が住んでるエリア入っていくことになります。最初知らないで行くと、ここで本当にいいのかなっていう不安になるような、こんな普通に自転車が置いてあったりする場所なんですね。で2階かな3階かなと思って上がっていくと結構先なんですよね。でまたこれ普通の一般の住民の方のお家があったりします。これコロナ系ということで観光客がずっといなかった中で、最近観光客の受け入れが開始して、少しずつお客さんが来ているような状況です。これだけ階段登ると結構行くのを疲れてくるんですね。我々アテンドする側はいいんですけど、お客さんの方が博物館とか、いろいろ観光、買い物とか観光した後に来ると、もう疲れたなんていう方がいるような場所だということです。でこの中入るとこの雰囲気なんですけども、移そうと思ったらちょっと店員さんの態度があんまり良くなかったんですよね。何人だ何人だっていうので2人3人で雰囲気をちょっと撮りたかったんですけど、あんま撮れなかったです。こちらバインコットというのは、ぜひ食べてもらいたいなというメニューですのでご紹介しました。それではまた。物流営業マンが動画で配信、ベトナムのビジネスに関する出張やアテンドで役に立つ名所など様々な情報を紹介しております。ツイッターの方では3000人のフォロワーの方、いつもありがとうございます。動画の方も、いいね、コメント、チャンネル登録お願いいたします。